スミルノ博士の日記は、サムエル・アウグスト・ドゥーセの推理長編小説。私立探偵、レオ・カリング登場作品の一編。医学者にして、作家の小坂井吹きが、法医学者の古畑・種本博士との文通の中で、発見、紹介された一編である。小坂井吹きと、古畑・種本は、東大医学部時代からの親友で、当時ドイツ留学中の古畑・博士が、小坂井宛に、 ドゥーゼのドイツ語訳を送ったことがきっかけで、新青年大正12年1月号から連載された。当時は本格探偵小説があまり翻訳されていなかったので愛読者の渇望を満たしたものと想像される。作者、ドゥーゼはスウェーデン人で、本職は軍人。南極体験隊に1901年から1903年までに気象館、地図作成者として参加し、 その体験をもとに1905年にペンギンとアザラシの間でを発表している。戦前、本格推理作家として高い人気を集めた彼の作品も1920年以降に登場し、本格黄金時代を築き上げたアガサクリスティや FW クロフッツなどの新進の本格作家の台頭とともに忘れられた存在となり、第二次大戦後は日本語訳もほとんどなく、 その作品の大半が入手困難になっている。法医学者、ワルター・スミルノは、ある事件で巧妙な私立探偵であるレオ・カリングの助手を務めたことがあった。彼は、彼の身の回りで起こった事件の成り行きを最後まで見届けた人間であった。その日記によると、ワルターは、1912年1月26日に、ファビアン・ボールスという友人に恋人である女優の、 アスタドゥールを奪われた。さらにその後、1914年7月9日に、プロポーズした恋人のスティナ・フェルセンに振られ、彼女は同年12月5日にファビアンと結婚してしまった。追い打ちをかけるように、第一次世界大戦の影響で、1915年1月18日に、株式でお存をし、破産してしまった。そのため、同年月日に彼は、 スティナより紹介された資産家の例嬢、ヘレナ・スンドハーゲンと婚約した。ここまでの権威を彼は忘れたかったため、日記を乗り付けし、1年以上日記から離れていた。1916年2月12日の土曜日の深夜、アスタの射殺事件に巻き込まれたところで、彼の日記は再開された。ありがとうございます。